なんで2年間で何があったのって言われてもいろんなことやらかしすぎて、レペゼンチケットの名前使えんくなるぞお前ってなるじゃないですか。でも僕からするとドーム終わったら使わないんですよ。ツイッターのトレンドがバイデン、トランプ、DJ 社長だ。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。田里さんです。あよくと我が家。あ、確かに我が家です。これすごいですよね。まさか我が家とは思ってないですよ、誰も。なんかそういったいいホテルのそういう場所かなと思ってるです、みんな。いや、家すごすぎでしょ。すごいですよね。多分うちの家族みんなびっくりしてます。もう言わず DJ 社長がうちに来た。あ、何も伝えてなかったですか。奥さんにも伝えてなかったですか。奥さんには、はい、あのゲストが来る。あ、ゲストが来るって言ったんですね。はい、友達来るから家連れてっていいみたいな。なるほどなるほどなるほど。今日の何時に着いたんですっけ。3時間前ぐらいですね、言ってまだ。そうですね。あれ、はい、昼ぐらいに着きましたね。本当は今日の朝マレーシアに着く予定だったんですけど、昨日シンガポールでは半着すぎて、はい、もう、うわーみたいな、これ無理やねみたいな、こんなの朝から飛行機乗らないみたいになってずらしました。ちょうどよかったです。僕も朝着いたんですよ、このね。はいはいはい。前の日焼肉食いすぎて、人生で初めて食いすぎで吐いたんですよ。食いすぎで吐いたんですね。そうなんです。珍しい。胃が止まってはいはいはい、一回吐いとこうって、ね、空港で吐いてから来ました。ということで、皆さんこれあの前24時間の毎日、はい、あの3日前ぐらいなんですよね。やったケツでノースビレッジの新車屋さんのオーナーさんなんですけど、ノースビレッジで来た雑草と、みんなこれ来た村だと思ってるんですけどね、はい、そこはちょっとひねってます。いや、ひねってますで、この本、これも当たった人何人かいるらしいですよね。そうなんです。これ50人でしたっけ、当たった人。30人です。30人だ。これももらった人いると思うんですけど、まずたまたま僕マレーシア行くってなって、あ、北里さんいるかなと思って連絡したら、うん、はい、お、じゃあみたいな感じで今回、うん、いや、すごいタイミングで。でもなんか半信半疑のまま、はい、あ、本当に来るんだなみたいな。なので、まあこの後ね、ご飯、はい、ガクさんと、あ、そうです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 、話をしたんですけど、ガクさんの友達で来るかどうかわからないけれども来るかもしれませんはい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 、はい、そしたら一緒にご飯合流してもらっていいですかって話をしたまま、はい、来るのか来ないのかわかんないまま結構ズルズル来たんで、はい、昨日チケットの写真が送られてきたので、はい、あ、来るみたいですご飯一緒お願いできますかって、予定入れちゃったよって、明日じゃダメなのって言われて、いや、明日にはもう帰ってるらしいんですよね。そうですどういうことだと。なんとマレーシアにいる時間多分全部で、元々の予定だったらだって10時間ぐらいしかマレーシアにいる予定なかったです、はい、けどさすがにそれはやばいってなって飛行機もずらしたんで、多分15時間ぐらいですかね。はい、マレーシア15時間です。濃い15時間にしましょう。はいということで、せっかくなんでこの本の続きみたいな、この本がちょうどコロナの時期とかに、まあ、僕らでできる限りのことをっていうんで、 YouTube で載ってるものとかそれ以外のなんか DJ 社長関連のものを全部引っ張って書き起こしして本にしたんですよ。はいはい。で、まあ、勝手に作って、まあ、公式海賊版ってよくわからない公式海賊版、確かにすごい公式海賊版になってる。すごいですよこれ。これ知らない人もいるかもしれないですけど、なんと北里さん会う前に僕の本作ってたんですよ。で、これ友達からなんか写真送られてきたんですよ最初、はい、ゴシゴシとか作ってるデヴィンシーっていうトラックメーカーがいるんですけど、ワイヤースピードがいろいろ作ってる。そうですね、その人をして渡してはもらったんですけど、お話できないまま。そうです。で、2、3年前に1回お会いした際に、お会いしたかったっつってこれを渡して、あー、この本見たことあるみたいな感じで、はい、その頃に作ったこの本がちょうど福岡ドームまでの話なんですよね。はいはいはい。あの解散をドームにするっていうんで、はい、で、そこでまあまあ自伝としては最高この締めくくり方じゃないですか、第1章として。はい、確かに間違いないです。第1章何者でもなかった社長がやり上がっていって、はい、YouTuber として大成功して、かつそのドームでアーティストとしてもライブをやるっていうところは素晴らしい終わりで、まあ、本としては僕らもう満足したんですよ。はいはい。最高の終わり方だと。はい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 。その直後になんかはい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 、その辺のこととかがこの本には載ってないので、はいはいはい、せっかくならそこから現在までのところも今こんな感じでやってるっていうような、こんなことがこうこうこうあってこんな感じで今やってるっていうところまでを載せさせてもらえればと思って、はい、そのインタビュー的なものをですね、はい、さっきお願いしました。はい、さっき聞きましたあの本の続きのインタビューしていいですかって言われて、もちろんですっていうことで、どうせならもう TikTok 生配信つけながらやっちゃえみたいな垂れ流しだと。はい、なんで、そんな感じです。何があったんですか、福岡ドームで。まあ、僕らも行ったんですよ、本作って、その自分らが勝手に作った社長たちがどんなライブをやってるのかっていうのを、はいはいはい、生で見に行って、で、結構食らって、ありがとうございます、完璧にそれで仕上がっての、はい、
その後いやもういろいろありすぎて、あれからもドームやったのだって2年前とかっすよ。そうですね、20年とかですよね。はい、なんで2年間で何があったのって言われてもいろんなことやらかしすぎて。そうですよね、はい、まず、まあ、大きい問題で言うとなんか権利系の問題とか。ああそうですね、これでも実はなんですけど、これみんなからなんでレペゼン地球に戻さないのかみたいなっていう話とかもよくされることがあって最近、うんうん、これまあ、やっぱみんな断面的にしか知らないから全部を知らないからだと思うんですけど、ちょっと本当に おかしな話になっちゃうかもしれないですけど、僕ってレペゼン地球作った時からドームが目標だったんですよ。でもうフォイを最初に誘った時に、まあレペゼン地球って名前を作る前ですよ、俺らで DJ グループを作ろうと、日本一の DJ グループになってドームでやろうみたいなっていうことをフォイからすると、何言ってんだこいつみたいになるじゃないですか。ただ僕最初から南極ぐらい作ってドームに立とうとか考えてたんですよ、その時から。おでちょうど80曲出してドームに立ったんですよ。最後ジャパンインシデントって曲作ったんですけど、もうそれ決めてたんですよ。だからもう1曲目ゴシゴシ作って1つのアルバムを13曲にして、1曲目ゴシゴシとか545、次4545って曲作ったり8585とかって、ここは数字の曲にしようとかだったり、10曲ごとにご当地ソング作ってるんですよ。10曲目に福岡事変っていうのを作って、20曲目に名古屋ランドっていうのを作って、30曲目に大阪トライブっていうのを作って、40曲目にゼロ東京とかってやって、で最後に博多ライフってやって、最後ジャパンインシデント、ジャパンってご当地、もう日本自体をご当地にして終わらせようみたいな。インシデントって事変って意味なんですよ。だから日本事変なんですよね、ジャパンインシデントって。だから福岡事変から始まって日本事変にしたろうみたいなっていうのは最初は構想してたんですよ。でレペゼン地球っていう名前でドームは行こうと、その後ドームが終わったら海外目指そうとは決めてたんですよ。だからもうドームで終わったら次は海外だと、その時にレペゼン地球って名前は変えようって決めてたんですよ。あ、じゃあどの道だったんですね。そうなんですよ、実は。で何の名前にしようかその時はまだちゃんと考えてなかったんですけど、レペゼン地球は80曲作って解散して、海外進出するなら違う名前でまた1曲目から1から海外っぽい名前でやんないとなっていう、そっか、そこまでイメージしてたから、はい、逆にいいんだ。そうです、で、そう思って作ってたんですよ、そう思ってたら突然ドームでやる2年前ぐらいから権利でめちゃめちゃ揉めて、あの例の子とかの、まあまあもう出てる、もう和解もすでに終わってるんで、今更どうこうっていう、その掘り返すつもりはないですけど、株を持たれちゃって、お前らみたいな感じでうわーみたいになった後に、最後に要は株持ってるから向こうは権利持っちゃってるから、この人の許可がないとレペゼン地球で活動できなくなるぞお前っていうのが最後の脅しじゃないですか、向こうからすると。レペゼン地球で名前使えんくなるぞお前ってなるじゃないですか。でも僕からするとドーム終わったら使わないんですよ何も怖くないっていう。だから向こうもまさかレペゼン地球って名前捨てるとは思ってなかったから多分、で僕からするとちょうどドーム終わったしちょうどいいやと思って、ちょうどそこでじゃあドームで解散します、バイバイパンってやったんですよね。ただそれはちゃんと伝えたかったんですよ、実はドーム前に名前変えて海外用にしてどうこうしたいっていうのはファンに伝えたかったんですけど、それは伝えれなかったんですよね。権利で揉めてた話もドームで終わった後の半年ごとに言ったじゃないですか、最初名前変えて解散詐欺とか、名前変えただけじゃねえかお前、解散詐欺だってめちゃめちゃ叩かれたし、ファンもめちゃくちゃ怒ったんですよ。あんだけ泣いて、あんだけ最後だって言ってドームだって解散だと思って涙流してドームまで見に行ったのに、次の日から平気でガシガシとか言ってキャンディフォックスですとか言ってたらてめえらみたいな感じで、もうファンもそこでガッツリ減って怒らせちゃって、まあ半分何パーかはやった解散しなくてよかったってなってたり、どうせ解散詐欺だろって思ってた、どうせ僕なんてよくコロコロ言うこと変わるタイプの人だから、そう思ってた人もあやっぱりっていうパターンの人もいたんですけど、でも権利で揉めてるって言えなかったから、ちょっと詐欺まがいみたいなことになっちゃって、ファンめちゃめちゃ怒らしちゃって、なんかすごい申し訳ない気持ちになっちゃったっていう、そのまま半年間違う名前でバーってやってたんですけど、やっぱファンからはいや違うだろみたいな、めちゃめちゃやっぱ言われてて、ずっと半年間ファンもやっぱ離れ続けて怒らせ続けて、海外で新しいファンもゲットできるわけでもなく、結構高くってあのジャスミン今超えてやるみたいな言った割には全然うまくいってるじゃんお前みたいな感じで、アンチからめちゃめちゃマウント取られるようになって、これもう耐え難いと、もうこれ以上ファンが言ってくるのはもう耐え難いから、でも耐えれなくなったんですよ僕が正直に。半年間もうこれ以上なんかもう最初はカッコつけて世界一なってから言おうと思ったんですよ、実はレペゼン地球って権利で揉めて使えなくなって解散したんだよって話を世界一なって言おうかなって思ってたんですけど、もうあんまりにもうまくいかないし、あんまりにもファンがあれだし、ちょっとこれもう無理だわと思って半年後に暴露したっていう話です。あれ弁護士からも全部から止められてて、要はこれ暴露するだけでもう曲の権利とかもやっぱ向こう持たれちゃってたから、株持たれてたそこでですよね、持たれちゃって、で名前の権利から何からで訴えられたりとかしたりとかすると、もう裁判がうまくいくものもうまくいかなくなるぞと、暴露されたらだからって言って弁護士
上司めちゃくちゃ止められたんですけど、いやもういいですと、もう裁判で負けようと何されようと真実のこと話したいです、うん、もう暴露しますわって、で暴露動画ドーン出したんですよ、うん、そうなるとそうだったのねみたいな、なるほど、ね、まあ、あの僕だけでバーって喋ったらともかくそのやっぱちゃんと録音とかもしてたから、うん、あと証拠が残ってるからちゃんとしっかりと、うん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 、だからあそうだったんだって言ってこうファンは納得してくれたりとか、うん、まあ、その動画をとんでもなくバズって出すそういう経緯だった、はい、だってあの日ちょうど大統領選挙みたいなのが行われてる時で、もうバイデンかトランプかみたいな時だったんですよ。もう開封日かなんかでツイッターのトレンドがバイデン、トランプ、DJ 社長だったんですよ。俺大統領なの？これみたいなぐらいバズってたんです。でも福岡ドームまで視聴者であったりファンに支えられて成り上がっていくじゃないですか、はい、まあ、解散詐欺や何や言われる時にそれが180するわけじゃないですか、いわゆるアンチに変わる、はい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 、はい、自分がそれによって追い詰められる。いやそうですよ、これ気づいたんですよ。これ僕たちも何回か炎上して気づいたのが、アンチから文句言われるとめちゃめちゃ大丈夫なんですよ。全然耐えれるんですよ、ふーんって感じですけど、ファンから文句っていうかアンチみたいなこと言われると結構食らうんですよね、割と。それってコメントとか見定められるものなんですか？これはファンが言ってた、ファン同士でやっぱ言い合ってたらこれがありかなしかみたいな、なるほど、解散詐欺だ解散詐欺じゃないとか、こういうのについていけるついていけないとかでファン同士が喧嘩しちゃって、やっぱファン同士が喧嘩してるのすごい悲しい気持ちになっちゃうから、どっちも好きでいてくれてるのにみたいな、嫌いな人はなんぼね怒らしちゃって、もう嫌いがもっと嫌いになってどうでもいいじゃないですかどうせ音楽も聴かない人が聴かなかろうが、ライブに来ない人がもっと嫌いになって文句言ってもどうでもいいじゃないですか。でもう耐えられなくなってバーンって言って、キャンディフォックスって名前でやってたんですけど、あれもまあお金もとかしんとかしまくって全然うまくいかなくて、うん、5億円ぐらいかかった。おー、簡単に半年で。それ MV 作るの？ MV 作ったりとかプロモーションかけたりとか、うち、ん、は広告とかもバンバン海外に向けて売ってたんですよ。それインドとかインドネシアとかに向けてバンバン売ってたんで、うん、まあ、多少は取れてたんですけど、エンゲージとか仲いいものとか、うん、広告価値はあったんですけど、やっぱこのまま続けるには無理だ、もう絶対資金がショートするって言って、うん、しかも資金もショートするわ、ファンも怒ってるわ、海外でも当たってないわ、あのもう最悪続きみたいな、うん、で海外に行きたいのにコロナ真っ最中だったから海外に行けなかったんですよ、うん、僕も早くアメリカとかインドネシアとかに行って海外進出で現地の人と喋って英語を勉強してとかやりたかったんですけど、うん、コロナで行けなかったんで、うん、と思ったらもう限界が半年後に来たんですね。6月今でも覚えてます、うん、半年間やってキャンディフォックスっていうものでもう限界が来て、6月にバーン暴露して、もうそのまま6月20日かな、今でも覚えてるんですけど、にレペゼンフォックスにしますと、まあ、どこまで行っても僕たちやっぱレペゼンって呼ばれるんで、いや地球とは呼ばれてなかったんでたまたま、はい、はい、だからまあレペゼンって相性のまんま行くかって言って、うん、それだったら商標的にも大丈夫と、うん、レペゼンフォックスって名前だったら OK だよってなったんで、うん、ああじゃあこれで行こうって言って、うん、最終的に権利もろも取り返したんですよね。はい、そうです、もう和解しました、うん、はい、おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。和解するのにこんぐらいお金かかる？いやー、それは今内緒の話なんで、あの契約書上言えないですけど、でもちゃんと、まあ、お金で買い取ったみたいな感じなんですねけど最初から僕も1で受けた恩は10にして返すつもりでいたんですよね、うんうんうん、ただそれをやっぱ100で返せって言われたら、うん、50ぐらいにしませんってなれるじゃないですかっていう気持ちだったんで、全然お金払うこととかは全然大丈夫です、うんうん、もしかしたら君は今時間がないかもしれん、お金がないかもしれん、技術がないかもしれん、知識がないかもしれん、もしかしたら今不幸かもしれん、でもそれはめちゃめちゃ貴重な尊い経験なんよ。でもね、君がもし将来もね、時間がなくてお金がなくて技術がなくて知識がなくて不幸だった場合、それはね、ただただ君の努力不足でしかない。たった一度きりの人生の価値を分かってない。いい、好きなことで生きていくってそういうことやて、好きなことで生きていくっていうこのフレーズ、結局どうやったら好きなことで生きていけるんですかって俺なりの答えがあるよ。夢を見るよ、けど現実と鏡も同じぐらい見るよ。そしてやりたいことのためにやりたくないことを一生懸命いっぱいやるよ。これが好きなことで生きていくためにはどうすればいいんですかっていう答えなんよ。Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.